はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。2時半になろうとしていますね。12月は12日の月曜日でございまして、まったりとしていますね。千代田区11度ってかなり寒いんですけど、この部屋はなんと22度。はい、今の時間が一番いいんですね。これからね、日が陰ってくるというか、この部屋に入らなくなると、だんだんね寒くなるんですよ。そしたら鼻が出てくるんですよ。今ちょっと止まってる感じがしますね。さて、中央日報ですね。ちょっと待って、その前に、日経平均いきましょうか。-43、おドル円は137に乗せましたね。ドルウォンはそんなに変わらず1310というところですね。はい、まあこれは頑張ってるんですね。頑張りすぎてるような気しますけどね。大丈夫かな。そのウォンの国の中央日報でございまして、これは10時32分ですから、今から4時間ぐらい前ですかに出た記事で、こんなのございまして、ムン前大統領が自ら参戦…野党ビッグ2同時調査クエスチョン、検察のジレンマということでございまして、ちょっと読んでいきますと、韓国検察が前職大統領と巨大野党代表を同時に捜査線上に上げるかどうかをめぐり、容易ではない比較を始めた。9日、ソ・フン前国家安保室長とチョン・ジンさん前共に民主党代表室政務調整室長を拘束起訴しながらだと。前はテジャドン開発特権及び不法大統領選挙資金疑惑などに関連して、イ・ジェミョン民主党代表に対する調査はすでにその時期と方法の問題になって久しいが、ムン前大統領に対する調査の必要性が最近に入り急浮上をしている。ヘソ、後悔ですね、黄色い海。公務員殺害事件捜査でムン・ジェイン前大統領はもともと論外だった。ジョっていうか、まあ、向こう語でソですね。ソ前室長に対する令状実質審査を翌日に控えた今月1日でさえ、検察関係者は、ソ前室長は国家安保室をはじめ国防部、海洋警察の業務遂行において最終決定権者と強調した。しかし同日、ムン前大統領が国防部、海洋警察、国家情報院などの報告を直接聞いて、その報告を私が最終的に承認したと対抗した後で雰囲気が変わり始めた。ムン前大統領はどうか度を超えないようにお願いしたいという言葉も付け加えた。放送会の一部ですね、法律家たちですね、一部ではムン前大統領は当時のチョンワで大統領府の意思決定には法的問題がないという自信を表したという解釈も出てきたが、検察の捜査ラインではムン大統領自ら承認したいだと明らかにした以上、事実確認程度の調査もなく捜査を終了することが微妙になったという言葉が出始めたと。まあいいか、続きます。2年半ぐらい前ですかね、その朝鮮半島の西の方の海ですね、黄海、中国との間に渡る黄海という黄色い海に、で、まあ、沿岸ですけども、水産系の公務員がですね、突如船から落ちたか飛び込んだかどうか分かりませんが、いなくなって、北朝鮮側の海域にぷかぷかと流れていったそうなんですね、救命具をつけたまま。それを韓国の海上保安庁的なところがですね、見ていたんですけども、何もしなかった。やがて、その公務員はですね、北朝鮮側に銃殺をされてですね、ガソリンをかけて海の上で焼かれたということが事実になって、それをずっと見ていたそうなんですね、海上保安庁の連中で、その後でですね、なんでそんなことになったんやで捜査した結果、どうやらその焼かれたおじさんはですね、多額の借金を抱えていてですね、北に対して亡命しに行ったんちゃうかというふうに、そういう推測を出して捜査を終了してたわけですね、ムン・ジェイン政権の時に。どうやらそれがですね、それは事実ではないと。
その証拠書類や何やらかんやらを隠蔽するというようなことが当時のその海事警察の偉いさんとか大統領府の偉いさんとかがやっていたということで一部逮捕された人が出ました。でこれに対してムン・ジェイン前大統領がですね、あれは最終的に私が判断したんだということを言うてしまったわけですね。言うてしまってあんまりそのこう突っ込むなよみたいなことを言うたわけですね。行き過ぎないでほしいみたいなことを言うたわけですね。でそうなるとにわかに空気が変わりましてですね、検察側がそこまで言うんやったら決定権者の、責任も問うべきではないかというふうになってきたということですね。だからムン・ジェインさん余計なこと言うたと言えなくもないですね。あんな俺は知らんかってんとか言うとけばですね、捜査は及ばなかったかもしれません。で、お隣さんではですね、ご存知の通り政権が変わるとですね、税専権側で何やかんやとですね、違法行為があったということをですね、追及してですね、どんどんですね、逮捕してですね、起訴してですね、ゴーツープリズンにするという、まあ歴代の慣習がございますです。今回もですね、野党ともに民主党からですね、今の与党国民の力にですね、政権が移りました。大統領が変わりましたんでですね、前政権、共に民主党ですね、まあ左派ですけども、のですね、政権にあった人々をですね、よっしゃ行くでーという感じですね、順繰りに捜査をしてですね、逮捕をしていってるという状況があります。でまだですね、あの大臣級までは来てるんですけども、その一番こうトップはやっぱりムン前大統領なわけですね。であり現在共に民主党の党首であるイ・ジェミョンさん、のイ・ジェミョンさんは今のユン・ソンニョルさんと大統領選挙で争って僅差で敗れた方ですね。で今慌ててですね、国会議員になってですね、あの不逮捕特権ってあります。国会議員は逮捕されないという、なんでしょうね、ちょっとおかしな法律だと思うんですけど、日本の場合はね、国会開催中は逮捕されないんですけども、国会終わったら逮捕されますね、国会議員になろうと。向こうは国会が開催されてなくても逮捕されないような感じなんですね。で、あと1年ちょいですね、その国会議員の任期があって、次の選挙が約2年や3ヶ月後ぐらいに行われるんですけど、まあ、それで仮に落選をする、あるいはですね、選挙の途中かな、国会議員のあれを失った瞬間に逮捕される可能性はあるわけですね。まあ、それを狙っているのかもしれないというふうに言われてはいますけど、あるいはムン・ジェイン大統領、ムン・ジェイン前大統領ですね、の逮捕はですね、再来年のそのですね、24年の4月に国会議員の選挙があるんで、その直前に逮捕してですね、おら、こいつら悪いことばっかりしとったんやということをですね、今の与党がですね、国民にアピールをするんではないかと私は予測をしてるんですけどね。あとですね、ムン・ジェインさんは今、国会議員の資格がないんでですね、いつでも逮捕できるはずなんです。で、ネタはいくつかありますよ。かなりいけそうなのが。このですね、公務員事件もそうですけど、何でしょうね。奥さんの洋服、公金横領、公金使用、流用疑惑とかですね、ウルサン市長選挙の疑惑とかですね、なんかまたいろいろありましたよ。まあ、全部小ネタですけどね、ものすごい大疑惑事件にはなってないんですけど、イ・ジミョンさんですね、今の共に民主党の党首の方は、テジャドンという開発疑惑があって、これは割合でかいですね、動いた金額がでかいから、これはいかれるんちゃうかなと思うんですけどね、イ・ジミョンさんも。なぜ、今のユン・ソンニョルさん、検察官出身、検事総長出身ですからね、そのあたりはよう分かってるわけですよ。どこがどうなって、どこをついたらどうなんねということ。だから、まあ多分、イ・ジェミョンさんあたりはの逮捕はほぼ確実だと思うし、ムン・ジェインさんもですね、どれで上げるかということですね。この公務員事件よりも、あれちゃうんかなと思うんですけどね、北から逃げてきた2人をですね、殺人犯として北に送り返した事件もあるんですよね。あれもものすごい人権問題だと思うんですけど、審理を尽くさなかった。たった2日で返したのね。あれも、大統領の指示
ですんで、まあ、僕が知ってるだけでって思いつくだけで使用権のネタがあるわけですよ。実はもっとあるんでしょうけどね。なんで、Go to Prisonはほぼ確実ちゃうんかなと。ユンさんがそのタイミングを見計らってるだけちゃうんかなという気はしますけどね。この中央日報を一応貼ってみましょうか。後で撮るかもわかりませんが。はい、皆さんどうもありがとうございました。